ワク大器のどうもワクでーすよろしくお願いしまーすタイムリー六本木 TV ラジオ版毎月第3木曜日はワク大器のどうもワクです私、ワク大器がお送りしますお願いしまーすさあ、今日はですね、みんな、あれだと思ってない生放送だと思ってない甘えんじゃないよ いつまでも僕が生放送できるなんてそんな甘えたこと言ってんじゃないそうなんですよ今日久々のね収録会ということでえー、時空超えちゃってるんですよねみんな僕が今生で喋ってると思ってるんですけどただいまの時刻はですねえー、2月の16日21時21分でございますこんな遅くまでねディレクターの坂田さんも残業しております ありがとうございます <laughs>。ということでね、あのー、放送日はあさって18日の20時からですよね。その日がですね、僕はなんと舞台、タンブルアンヘルズ、初日が終わったぐらいですかね。うん。きっと終わっとると思うけど、20時には。ちょっとその感じもあって、枠井二人ユネット成立しねえなっていうことで、 ちょっと前段階でね、今日16日に収録という形になっております。なので、コメントがな,ないのよ。コメント欄がないの。コメント欄という概念がさ、そもそも。そうなんですよ。だからセッションできないね、今日はね。来月にしようぜ、セッションは。はい、という感じです、今日は。えー、っと、何を喋、あ、そうですよ。先月の、1月のこのラジオ。 どうも悪意ですでプレゼント企画ねやりましたねありがとうございました応募してくれた人、えー、当たった人当たらなかった人ありがとうでちゃんとねこの僕が作ったフルエドアートが届いたよって報告もねもらいましたんで僕は胸をなで下ろしてますよちゃんと送ってくれたんですね <laughs> <laughs> 当たり前じゃないかよってな <laughs> なんで嘘つくんだよって <laughs> いや良かったです良かったですこんなことってできるんですね でも、やりましょうよ、これからも。何をとはまだ明言しないですけどね。<laughs> ということで、何かね、あの、思いついたらまたやりますっていう感じです。ということで、あまたやるのはやる、絶対。ということで、また待っててください。で、あの、その時にみんなお便りを、あの、応募してくれたと思うんですけど、あの、これからのなんかコーナー、やってほしいコーナーとか、あの、 コーナーナ面白かったみたいなのも頂い,いたのでちょっと今日今日は収録回だからあの反応を伺えないで怖いからあのフリートークですよ30分間ごめんなさいまた来月からとかかなちょっとタイミング見て生放送の時にあの応募でお便りでくれたコーナーとかちょっとやっていこうかなと思っておりますうんそんな感じですねはいあれですねあのバレンタイン おとといですね。2月14日ね。うん。どう、どうですバレンタイン、今年は。え、街の雰囲気とか見てないですよね。混んでるのかなチョコ屋さんとか。混んでない。郵送とかもでもできるんですもんね。バレンタインあげたみんな。もらったもしくは。今年のバレンタインですね。お、僕、昨日、あの、タンブルアンヘルズの、えっと、最終稽古が終わりまして。 で、ちょうどバレンタインの14日ももちろん稽古やってたんですけどその時にねあのー、同じキャストのキャストさんで立花咲さんっていうキャストさんがいるんですけどその方からですねメッセージ付きの飴玉もらいましたよすごくないですかでこの僕だけじゃないですよキャスト全員にそのその人ならではのメッセージを一言お添えして 雨玉入れてててお手紙として配ってたんです素晴らしいですよね。そんな素晴らしい方がいるんですよ。みんな素晴らしいんですけど。僕はそれを1個と数えてますよ。うん。あの、義理とかいうものじゃない、日曜だったからあげなかったって人もっていうフリップが出ましたけど。<laughs> ああ、なるほどね。あなるほどなるほど。この曜日も関係してるんですね。日曜は。 休みだから、まあ、会社そういうね学校出会いの場が休みだったからあげなかったってでもなんかその15でいいじゃんってその <laughs> 15でもいいじゃんもしくは金曜のす12でいいじゃんってそのお給料みたいになんないんですか <laughs> 日曜振り込めないから金曜か月曜みたいな <laughs> ね、それで日曜だからあげなくていいや寂しいですよねでもちょっとでも僕はね1個だねそれそれをもう1個としてる俺の中ではありがとうございますあさってから始まりますよでもねこのバレンタインだなと思ってバレンタインの思い出をねこう思い返してみても何にも思い出がないんだよなエピソードトークがさだって俺ちょっと話したかなまあもう一回話すけど この何学生自分学生自分のバレンタインの話まあ小中はね全然だったんですよめちゃくちゃ太ってたし、うん、中学の時がねお2つ上に兄貴がいてで同じ中学校だったんですよね僕が中1で兄貴が中3みたいなで中3の兄貴がなんかこう俺の同年代からもモテてるみたいな 涌井の兄貴かっけえみたいな。兄貴かっけえのにお前太ってんなみたいなこと言われてうるせえよなんて言ってたんですけどね。兄貴は3、4個ね、チョコをもらって帰ってきたんですよ、家に。ただ、それ手作りのチョコがちょっと食べれないみたいな感じだったんですよ、当時は。で、もったいないからっつって、その3、4個全部僕が食べちゃうよっていうやつはあったよ。エピソードトークとしてさ。だから太ってんだよって。<laughs> か <laughs> 今日いいですねあのあれだからどんどん入ってきてくれる <laughs> 拍車をかけちゃってね肥満体質にそんな感じただねこれ高校の時が俺は本当と下せない高校の時がもうがっつり痩せて今とまあ今まあ顔は変わるけどまあ今ぐらいの体型結構痩せ型うん筋肉質痩せ型みたいな いい体してたんですよ。サッカー部の部長でしょで、成績なんか学年で5位でしたトップ5ですよ。え、だってこれサッカー部部長って、この、レッテルの中で一番モテるって俺聞いたよ。だし、もう、優秀よ、成績も。ただ、うんともすんとも3年間もらった記憶がない。え、ギリはもらった。みんなに配ってる系の女の子に。 でもそれを1とは数えないじゃん。どんだけひどいこと言ってんねん、俺。<laughs> 違うんだ、その本命の話なんぜ、今は。そう、本命の話。こんだけレッテル持ってたら、俺もっと、持てていいじゃんって。みんな俺のこと掘っておきすぎじゃないって今思ったら、すごい思う。かつてを。その時は別に何も思ってなかったけどね。うん。一番いい物件だったのに、俺が。あの、高校の中で。多分その、 仲良かったその野球部の部長がいたんですよねそいつと毎日どこ行くにも2人で歩いてて本当に一瞬付き合ってるみたいな感じ出ましたけどね女の子の中からそんな話はいいんですよまあ本当にバレンタインをちゃんともらった記憶がないやばいくれ <laughs> そうですよえこれごめんなさいごめんなさい 普通に聞いちゃいますけど、何分から始まったんで知った <laughs> あ、違うんだ。俺さっき言ったじゃん。12分って言ったじゃん。それで、えー、計算して。30分で、あれですよ。こんなところ流すな <laughs> あ、ああ、はい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 。なるほどね。いや、だからちょっと、いつもと始まるタイミングがずれてるから、時間感覚が狂ってるんですよね、僕の中で。 そうまあバレンタインはそんな感じでしたよみんなあげないのあそうですよああげないのって言えば俺さっき事務所来たんですけどまたまたプレゼントが届いてましたねありがとうございますこれ1とカウントしようや何言うてんねんありがとうございます受け取りました大切に使いますじゃあ2だねうん本命だとするなら1義理も入れていいなら2 ありがとうございます。ということで、えもうですよねそろそろ前半戦。今10分ぐらい。あ、だまだ10分ですかあ、なんだ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 。最近あったこと、まあ、タンブルアンヘルズの話をしてもいいんですけど、じゃあもうしようかな。今日はフリートークだし。ということで、最近の僕は、えー、演劇ユニット。えー。 <laughs> どう忘れちゃった <laughs> なんでどう忘れしちゃったの俺あ書いてある書いてる <laughs> ソフトボイルド旗揚げ公演タンブルアンヘルズという舞台にですね出演させていただくんですよで昨日最終稽古が終わりましてね今日は小屋入りっていうことでキャストはお休み見みてで明日小屋入りして明後日ゲネプロして初日ということですね いやあ本当に僕自身1年ぶりの演劇世界だったんですけどねまあ本当に全て変わってましたね概念が概念ごとまるっと最後に舞台に立ったのが、えー、去年の2月の「さゆきかゆきだよオアシス」が最後だったんですよねだからきっかり1年って感じうんそんな感じでしたよ っていうものになっっててかかからのの稽古場というか演劇といいいううう演劇ものを僕知らないのでギリギリかすめてたんですよね。うんオンラインはありましたけどオンラインはありましたけどでもそれはなんか演劇今までやってた演劇とはまたね新しい挑戦だったんでそれもまたそれで新鮮だったんですけどだってね稽古場入ってこの体温計測って。 で何度何部だなノートに記入して毎日それで手洗いうがいしてアルコール消毒してでウレタンマスクの人はその置いてある不織布のマスクに付け替えとかねこんなこと手洗いうがいはやってたけど体温計なんかめちゃくちゃ久々に測ってたんじゃないですかねコロナ禍になってから体温計測る あれがなかったんで、習慣が。うん。全部変わってましたね。なんかこの、しかも休憩中にキャストさんにね、こう、普通に何気ない話話しかけるとかも、なんかちょっと、億劫になっちゃってね。うん。ま、緊張感がすごかったですよ、毎日。とにかく。ね、今まで普通に現場でやってたことが、すべて逆転。ただ シーン稽古とかが始まってねいざお芝居やりますよはいどうぞの中だけは何でか知らないけど全部忘れられますねこの作品世界にすもうなんかウイルスのこととか忘れもちろんマスクはしてますけどねずっとつけっぱで稽古してるんですけど忘れちゃうんですよねそれがやっぱりお芝居のなんかマジックだな魔法だなって思うんですよね 大きい声出るか1年おっき,きい声出してないってこともないですけど舞台でドーンっていう声出ましたねちゃんとね1年じゃ忘れなかったでもやっぱ汗かく汗かいたーこんなに演劇って熱いんだなって体温的に、うん熱量的にそこ思い出したなーこんな熱かった たなってでそれを毎日毎日毎月やってたんだなってすごいことやってたなって <laughs> 普通に感想文みたいに思いましたいつも稽古終わりにんぐらいそろそろです一回あれしますまあこの後もねその稽古中の話とかしていこうかなと思っておりますということで一旦ブレイキングですあれよ 井大輝のどうもでですす後半戦でございますえっ、ー、と前半に引き続きちょっと舞台稽古の演劇ユニットソフトボイルド旗揚げ公演タンブルーアンヘルズのね話とかをちょっとちょっとしていこうかなと思っておりますえー、っとねそうなんですこの作品ですねいろんなこの何て言うんですか初初めて初っていうのがね詰まってるわけですよでその一 いいっっぱ初めててのこことがあってこれそもそもソフトボイルドというユニットこれが旗揚げ公演なんですよね初めて作品をやるっていう旗揚げっていう意味ですよねでそのソフトボイルドのメンバーの高田修君初主演ですってねでヒロインの長澤まりなさん初ヒロインですってでさらには演出家の榎本くるみさん 初演出ですって。こんなにも初が、ねえ、渋滞しちゃうものってあるんですか <laughs> 渋滞って悪い言い方だけど。ねえ、いろんな初めてが詰まってる、やっぱり人生に一回しかないんですよ。作品はね、これからどうなるかわかりませんけど、作って、やれば。 でできるかもしれないんですよただこの旗揚げとか初ヒロイン初主演初演出初脚本とかもう人生に一回やり直せないこれが全て一歩目なんでこんな作品にねまあ僕自身も1年ぶりですけどそんなことは結構どうでもよくてまあ1年ぶりの舞台にこうやってオファーを頂い,いて初めて尽くしのものにお力添えできるっていうことはね やっぱ1年ぶりの舞台でふさわしいなって僕はすごく感じておりますうんでこのソフトボイルドなんですけどあの2年前うん7月だったかな2019年のうんこのラジオにゲストで出てくれた加藤浩大っていう人もソフトボイルドのメンバーなんですよねそう で、その時にゲストで来てくれたのは全然違う作品で、爆走大人小学生の僕が脚本演出した、みんな自分がカワイユスっていう作品のキャストとして一緒にゲストで出てくれたんですよね。うん。で、この広大とはね、長い付き合いだよっていう話はラジオでもしましたけど、で、今度はこのコウがメンバーのソフトボールの旗揚公演、高台からオファーをもらったんですよね。そう。で、 あのー、本当に紘大君は、何ですか、遡ること、爆走大人小学生の旗揚げにも実は僕は出てるんですよ。勇者、聖安の物語、カッコ仮。もう何、もう2000何年だか忘れちゃったけど、こんなに紘大君の旗揚げに呼ばれる僕、旗揚げ俳優だなって、あの、思ってるんですよね。なんか一家に一代みたいな。<laughs> このなんか入門編にいてほしい共感みたいな感じなんだなって最近思っちゃいましたよこの旗揚げの2個目に参加できるということね <laughs> 旗揚げ俳優なんて言葉ないっすよね <laughs> そうそういうねご縁もあるし特別だしいろんな偶然が重なった作品だなと 言えますよこの作品はもうあさってかでも早いですねほんと稽古もすごくタイトでねあまり長い時間もやっていられないし短い時間でガッってやってザッとやりましたうんまあそんなわけで旗ハゲ俳優なんでねあのー、すごく何でしょう舞台は舞台初めてではないけど2回目とか二十、うん、歳の子がいたりとか もうあるので、もうなんか存分に安心感を与えなきゃいけないポジションなんだなと思っちゃって、僕は。えー、あーそうかもしれないですね。あのー、今これが流れてるのあさっての初日終わった頃だから、これ、ね、絶対多分劇場出てると思うんだよな、8時には。うん。そのだ後に、だか聞いて、これ。どうだった俺。 あの役そうだよビジュアルとかね出してないからねあの実際明日始まって用意ドンでその役とかが分かると思うんだけどまあちょっと初めてにしては全部盛りだなっていう印象があってもちろんお芝居もするし盾もあるしねうん自分できつくしちゃってるみたいな部分もあるけどこの稽古でね最終稽古か最終稽古で そんなにめちゃくちゃがっつりダメ出しをされたっていう記憶は僕自身はないんですけど、最終稽古で、まあ僕、アダっていうね、役名なんですけど、あの、演出家さんに、アダうるさいって書かれてて、そ、この <laughs>、そのあれなんですよ、今、ダメ出しも、ちょっとダメ出しを取る、なんですか例えば投資とかが終わって、その10分後とかに、 ダメ出しをする今んかあのんですなんか,のすかそう共有できる LINE みたいなところがあってそこのノートとかにダメ出しをバッとこう書かれるっていう仕組みだったんですよねそれでこう自分のダメ出しを世の中見てて「P 何ページ?」「足立うるさい」って書かれててだいたい全部うるさいよなと思って俺セリフしかりオフ芝居しかり。<laughs> これどこのうるさいなんだろうと思ってすごい考え込んじゃって明日聞きます <laughs> まだ会ってないんでね昨日以降ね演出家さんにうるさいって言われちゃったらちょっと萎縮しちゃうな全部しちゃいますよねそこだけうるさいのかあそこだけうるさいんだろうな P 何ページって書かれてたからちょっと静かになっちゃって いや、しない。そこだけ静かにして、後を出る悔打たれるけど、よそのところから出す。だから、明日からも、よそのとこ盛り上げていきますっていう感じです。えー、っと、えー、あの、あの話したいの、何分ですかあと10分ぐらいですね。はい。はい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 。えー、っと、今22分ってことですね。はい。で、まあそんな感じで、 色々ね稽古もややりりながらやっておりますようんあのー、無事にできたらいいなっていうことだけなんですよねとにかくボックスインボックスは確か100うん100人ちょっとかな普通のキャパシティで言えばで50人ぐらいになるのかな半分になりましてまあほにこのやっぱり こういうコロナ禍になって初めてなんでしょうねそこに居合わせる人全員共犯者みたいなあのなんか悪い意味じゃなくてなんですかお客さんのなんちゅう反応もしっかりお客さん例えば例えば携帯が鳴っちゃったとかねそれはやっぱ一つ作品がちょっと汚れてしまうっていう言い方あれですけどみんなが。 キャストもそうだし、スタッフさんもそうだし、お客さんもそうですけど、みんなが、その、1時間半ないしは2時間以上、ちゃんと、グッってなって、初めて一つの作品が出来上がる。っていうことをね、やっぱ身に染みて思いますよね、コロナ禍になって。うん。僕たちももちろんなんでしょう。うん、ご飯食べに行ったりとかも絶対してないし、ね。なんか、誰、 を犯人探しすするわけけででもないですけどやっぱみんなが恥ずかしくない行動してきたものが集まれる場所なのかもしれないみたいなことを僕は思ってるんですよね今こうやって稽古してきて。コロナ禍じゃなくてもちゃんと一つの作品をみんなで作るぞというか上から目線な言い方っぽくなっちゃってるんですけどでもちゃんと僕たちは作り上げてきたので。 しっかりと届けたいし、しっかりと受け取ってほしいなっていうことが、とにかく今、すべてですかね。こうやって。うん、ラジオを通してですけどね。なんかそういうことを今日は伝えれる時間であったらいいななんて思っておりました。っていう感じですよ、今日は。ね、改めて告知行きましょうかね。そしたら。えー、あ、本日ですよ。そう。初日が終わりました、もう。 明日も2公演あります。えー、2月18日から21日までですね。舞台、ソフトボイルド旗揚げ公演、タンブルアンヘルズ。えー、ボックスインボックスシアターにて上演しております。明日からもあります。で、配信もありますよ、もちろん。配信は無限に見れるので、よろしくお願いします。で、そうです。明日からのチケット もう今16日だからあんまり安易なこと言えないな。でも今日の時点で残ってたから2、3枚か。かうん。ちょっと、ツイッター見て。ツイッター正しいから僕の口正しくないかもしれない <laughs>。はい。ということで、あの、お座席のチケットも残ってる日は数枚残ってるっていうことですね。現時点では。そして、えー、っと、この間解禁されました舞台。 H.B.P. Presents 鏡相馬プロデュースアダミ殺人事件4作品同時公演、えー、サイコパスアダミ殺人事件のサイコパスに出演しています4月7日から18日キーノートシアターですこれサイコパスという僕が出てる作品が4月7日から18日やってるわけじゃなくてその 4作品のタイムテーブルが出てるわけですよね。これ、出てますあ、そう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 。この通りなんで、なんか多分1日明けてみたいなスケジュールになってると思うんだよな、サイコパスは。だから1日明けて、1日1公演。また1日明けて、1日1公演みたいな感じになっております。これがまたね、熱海殺人事件、塚浩平さん。僕がお芝居を習い始めて、 あのー、稽古をねつけてもらったんですけどその時その方が塚越え劇団にお世話になってる方でやっぱ忘れもしないですねうんいつか塚越えさんの作品をやってみたいな役者ならばと思っていた頃にこのタイミングでの出演というまたこれまたすごく個人的に大事な作品が2つ続くなという形で4人調べなのでねたっぷりと。 堪能できるんじゃないかなと思っております。お芝居を。という感じで、あラジオは、次回、来月は3月18日20時からでございます。あと、あれですよね、フルスイングボーイズが、えー、3月の2日20時から、これ出ますので、動画でもね、お楽しみにいただきたいなと思っております。という感じでしょうか。 今日はうんあと2分特に熱量を伝えたんで。<laughs> <laughs> いや本当にそうですよ見てくれた人もいると思うしなんかねあの別に終演後会えたりとかあのちゃんとなんだろう思いを面と向かってね思いを伝える場っていうのはこれからもまだまだね。あの なんですかできないかもしれないんですけどなんか感想とかね見た見た感想とかまたお便りでもいいしツイッターでもいいしなんかくれたらすごく力になりますうんという感じです頑張ります明日も <laughs> 明日も頑張りますというかうん明日は小屋入りなんでバあたり頑張ります <laughs> 16日、16日なんでね、今は。という感じです。明日から頑張るぞはい !23 回涌井大樹のどうも涌井です。ありがとうございました。また来月会おうね。いや、違うやん。明日会おうね。もうぐちゃぐちゃだよ、日付感覚が。<laughs> ということで、また会おうじゃあねー